登山流尺八竹林拳第四班佐藤寛山様と登山流尺八師範佐藤宗山様です。本日奉納いたしますのは登山流尺八本曲鶴の巣ごもりでございます。佐藤寛山様、佐藤宗山様、よろしくお願いいたします。一言、演奏の前に佐藤寛山様より挨拶を頂戴いたします。皆さんこんにちは、雨の中ご苦労様でございます。今紹介できるいただきました佐藤寛山と佐藤宗山です。今日は鶴の巣ごもりという曲を演奏いたしますが、鶴は千年、亀は万年と言われるぐらい、鶴もめでたい時によく皆さんが、貴重なその鳥といいます。それから亀も万年生きると言われるぐらい喜びの時によく用いられる生き物でございます。その今日は鶴の巣ごもりのですね、巣作りからそして卵を産んで成長していって、そして親とそれから、子供の鶴の鳴き声を演奏いたします。登山流という私たちのグループではなかなか、聞くことはできない曲だと思うんですけれども、秘曲とされている曲でございます。今日は鶴神社のために、頑張らせていただきます。どうぞよろしくお願いします。それではどうぞよろしくお願いいたします。
Thank you.